ゴロビン家はギリシア・クリミアに由来するロシア貴族の家系であり、白爵に除された。ゴロビン家は東ローマ帝国の貴族であったガブラス家の所流である。元はコムネノス家が支配するトレビゾンド帝国の支配下にあったが、後にテオドロ公国に移住し、スダクを拠点とした。1393年、ガブラス家の若い一員であったステファノスはクリミアからモスクワに移り住んだ。 ステパンの彦にあたるイヴァン・ウラジー・ミロビチは、アンナ・ダニー・ロブナ・ホルムスカヤと結婚し、ゴロビン家を創設した。15世紀から16世紀にかけて、ゴロビン家は、モスクワ大公国において、会計官職を、ほぼお世襲し、グリゴリー、アンドレー・メンショイ、役所の3人はイヴァン・4世ンセイに仕えたが、1565年に、福井したイヴァン・4世ンセイの布教をかぶってピオトルが処刑され、 その追いのイヴァンボリショイが火山に流されるなどして、没落した。その後、ゴロビン家は宮廷に戻ったが、ピョートル一世の代まで組んで、高い地位につくことはできなかった。ピョートル一世の地世まではロシアで最大の地主の一家であった。1699年の時点で、ゴロビン家の17人の代表者が居住地を所有していた。家計にちなんで名付けられたホブリンの土地の一つに、 シモノフ修道院が建てられた。1682年3月17日に属を、ビロードの本に登録するために、ゴロビン家の血統図を含んだ書類を提出した。1726年、当時のゴロビン家の課長であったイヴァンは、リボニア騎士団の貴族名簿に転籍した。同族に、カフティレフ家、トレチャコフ家、ホブリン家がある。クルスク州には別のゴロビン家があり、16世紀。 後半に法録が与えられた綺麗、ゴロビンとその子のバシリー綺麗ビチに始まる。他の多くのロシア貴族のように、ゴロビン家の紋章にはいくつかのバリエーションがあった。幾多の分家とその個々の課長も自分の好みに応じて紋章を変更した。ゴロビン家の基本的な紋章には4つの領域が含まれている。現在は断絶しているゴロビン伯爵家では、 白漢と海洋の属性を含む様々な新しい要素を備えたより完全な紋章が考案された。二頭のライオンが高貴な紋章を保持しており、白尺家の建物章をライオンと黒天が持っている。ありがとうございます。